はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今日買ってきました。今回は、雪男ですね。日本酒です。魚沼、新潟県の魚沼市のお酒ですね。はい、以前に角冷という日本酒を飲みましたが、そちらの酒造のお酒の、となってます。これ 720ml で、値段が900円でした。原材料名が米かっこ国産、米麹かっこ国産米、醸造アルコール。アルコール度数が15度以上、16度未満。青木酒造株式会社。新潟県の南魚沼市の会社です。でね、これ箱付きなんだったんですよ。ほうと思ってね。創業1717年ですね、この会社。かなり長いです。こちらに後ろなんか書いてあるんです。読めます。江戸時代後期、雪国越後、魚沼の暮らしを紹介し、ベストセラーとなった鈴木牧介の、北越雪譜。この中の、移住という章に山中に現れ、旅人の握り飯をもらい、お礼に荷物を担ぎ、道案内をする毛むくじゃらの移住が登場します。雪男はこのエピソードにちなんだ雪国の酒。辛口ですっきりキレのある味わいです。なんだかんだでいいやつだったな。いいやつなんだな、こいつ。よし。それでは。これあれだな。ここに角冷って書いてありますね。角冷。以前飲んだ角冷にも角冷と書いてあったんですけど。これにも書いてあるんですね。結局、同じ酒なんだけど、作り方が違うとか、そういう原材料が同じだけど、作り方が違うとか、辛口って書いてありますからね。製造年月が2014年の6月。雪男。かっこいいですね、パッケージね。辛口となってますから。まあ、以前飲んだ角冷は、もうあれ、辛口なのかな？辛口すっきりキレのある味わいですって書いてあるから、まあ、隠れはちょっと結構コク深かったからね。あんまり俺好きじゃないんだけど。まあ、それじゃあ飲んでいきたいと思います。まあ、安かったしね。案外ね。900円だって安い。乾杯。ああ、でも結構米の味するな。俺、あんまり米の味わいのね、日本酒嫌いなんですよ。米の味わいの。なんか、変な話ですけど。米の味わいの日本酒がね。雪男日本酒。辛口。確かに、あれだな。あんまり残ってこないのは確かだ。ただ、最初にドカッとこう、まあ、ドカッとっていうか、まあ、それなりに米の味が来るんで、で、スッと消える感じですね。日本酒度がプラス7.5。かなり高いですね。精米歩合が65%。角冷がちなみに、
隠れの以前飲んだ芳醇なんちゃらが、日本酒度がプラス5だったから、それより強いっていうか辛いってことか。あ、ちなみに隠れの辛口なんてあるんですね。何が違うんだろう。この雪男と何が違うんだろう。隠れの辛口か。原料米が違うのかな。いや、同じですね。まあ、よくわかりませんけど。この雪男は純米酒もあるみたいです。純米酒すごいな。日本酒とかプラス12だって。恐ろしいな。ちなみに隠れは梅酒もあるみたいですね。隠れの運上仕込みなんてのもあるわ。まあ、ちょっと、あれだな。でも、結構アルコールの感じはしますね。これね。結構アルコールっていう、味が結構、伝わってくる味です、これは。これは、なかなか。個人的にあんまり好きじゃないな、これはな。やっぱ八海山だな。熱燗にもおすすめのお酒ですかって。珍しいですね。熱燗にもおすすめのお酒って。だいたい新潟の辛口の日本酒って、基本的に冷やして飲んでくださいとかって。ねえ、書いてありますけど。こちらは熱燗にもおすすめだそうですよ。あ、焼酎とかもあるわ。焼酎。とか、サイダーまでありますね。雪男サイダーだって。300円もする。高っ。高っ。なんなんだこれは。あ、隠れの仕込み水を使用した天然水仕込みだって。しかも男梅じゃねえって、雪男じゃないのか。雪男の仕込み水じゃないのかよ。隠れかよ。ってことは同じなのか。雪男と多分仕込み水同じなんですかね。まあ、でも、そこまでまずくない。隠れよかは美味しいですね。隠れよかは美味しい。確かに。あ、新潟の酒の陣にも出、あ、そっか、酒の陣か。酒の陣にも出てるみたいですね、隠れのね。でもこれはいいな。個人的にあんま好きじゃないな。悪いけど。悪いですけど。
新潟。新潟酒の陣もう終わったんだったっけ？ もう終わっただろ。春じゃねえか。新潟酒の陣って春かよ。あ、春だね。多分3月とかだわ。新潟の酒の陣は。新潟酒の陣2014は？2015が3月、ああ、やっぱ同じだな。2015年の3月14日と15日にあるみたいです。やっぱここら辺みたいですね、大体、春。多分ここら辺が一番酒うめえんじゃねえの？日本酒的な意味で。冬の終わって、春になるのか、ぐらいの感じ。春と冬の間みたいなところで、多分一番なんか仕込んで早々みたいな。仕込んで早々っていうか出来上がって早々、日本酒が。できて早々の時期で一番うまい時期だから、あれなんじゃねえ。知らねえけど。てか、新潟酒の陣って2004年からかよ。なんだ、案外最近じゃねえか。ああ、結構出るみたいですね。やっぱり酒の陣はすごいわ。ただ、会場がなあ、これなあ、ときメッセなんですよね。ときメッセはきついな。ときメッセとかきついわ。無理なんだから。もう普通に酒で酔っ払ってもうベロンベロンの状態で帰る。どうやって帰ろうかなってなるよね。車で行ってもいいけど。なあ。確か値段いくらだったっけな。参加費。2000円ぐらいちゃうかった。酒の陣って。確かね、2000円ぐらいなんじゃない？値段。参加費が2000円とか2500円とか3000円ぐらいじゃなかった。前売り券。多分前売り券でもだいぶ高いです。ほら2000円だ。前売り券2000円で当日券2500円。そうだけ。あ、結構女性もいるみたいですね。美人の女性もいますね。いや、いいなぁ。ぼっちで行くのはきついなぁ、結構。新潟県約90蔵元、500種類の清酒大集合。でも2000円は高いな。高いなって言ってもしょうがないな。2000円とお前これあれだぞ。1.8リットルの雪男を買えますよ、1本。1800円で。1800円ですからね。ちょっと高すぎる。なあ、さすがに。さすがに高いな。1000円ぐらいだったらまだ考えてもいいんだけど。高すぎるな。
まあ大体交通費と割に合わないですね。行って帰ってくるだけの交通費の時点でちょっときついわ。俺には。マジ新潟駅まで行くのに、あれ電車で片道500円ぐらいするからな。往復で1000円だろ？死ぬんだが。で、おまけにそこの、最寄りの駅まで行くのに、あれだからね、車で20分かかるからね。結局車使うのかよって。意味ねえし。だから結局行けないんですよ。ぶっちゃけた話。ぶっちゃけた話、結果として行けないんで、俺は。誰かに連れてってもらうこともある、できるけど、ただ、そこまで連れてってくれる人はいないですね。新潟駅まで、こっからだいたい1時間近くかかるか。50分ぐらいかかるかな。ねえ、無理でしょ。な暇な人間いないですよ。しかも当然その車の運転手は飲めないわけだからね。そう言って飲んで帰ってこれるんだったらいいけど。それだったら、行って車で、自分の車で行ってさ、あれタクシーの代行で帰ってくるっていう手もあるんだけど、代行も高いんだよな。代行高えよ。3000円ぐらいするでしょ。3000円どころじゃ済まんか。俺使ったことないかわかんねえけど。まあまあ、無理です。無理です。だん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 。一度は食べていただきたい美味しい当たり目。食べまーす。仕方ね、一度は食べていただきたいっていうあれに応えてやるか。あ、いい匂い。俺、当たり目大好きなんですよ。いわゆるスルメね。当たり目ってのはあれ、いわゆる、スルメのスルっていう、あれが、言葉が、いわゆる、なんか、よろしくない言葉だから当たりに変えて、まあ、いわゆる、そう。文字的な意味で。うん。ただ変わっただけなんで。実際単のスルメです。食べまーす。スルメ大好きです。俺。ちなみに。そこにね、買ったんだけどね。でっかいやつ買いましたよ。スルメ。600円ぐらいで。北海道産スルメ。しかもナトリ。安定のナトリです。ナトリいいよね。メーカーナトリ、これ、おし、あの、あのスルメとか美味しいんで、好きですね。ナトリ。100円ぐらいで売ってる、当たり目。もうね、全然うまいんですよ。うん。美味しいけど、いや、美味しいんだけどさ、46g でこれ300円するんですよ、これ。それにしたって別に、100円のやつと味変わんねえ気すけど。やば。味変わんねえ。やべえ、ちょっと俺には早すぎた代物だったか。全然味がわかんねえ。普通のスルメだ、これ。何がどう違うのか全然わかんない。
ただね、一つ言いたいこととして、あんまりね、こういう当たり目っていうのはね、個人的に、つまみにはならない。なぜかっていうと、食べると、結構こう、ずーっとこれ噛んでなきゃいけなかったりするじゃないですか。で、酒が飲めないんですよね。だからね、これを買うんだったら、つまみだと、いわゆるサキイカですね。サキイカ、柔らかいやつ。サキイカ。がいいかな。結構硬いんでね。噛んでく。だからこれは単品で食うに限りますね。美味しいけど。多分、買わないわ。もう買わないわ。俺の、味覚では、全くわからない。全く違いが、普通のやつと何も変わらない。一体どうなってんの？はい。一度は食べていただきたい美味しいサキイカです。これはね、多分、うまいと思うわ。うまいっていうか、つまみになる。いわゆる。つまみには絶対になる。これの方がね、柔らかいんで、結果として、酒がね、進むっていうか、酒が飲むタイミングがつかめるっていうか、ね、ほら、こういうやつね。結構しょっぱいやつです。柔らかい。これぐらいだったらまだ。ただ、ちょっと硬いかな。これより柔らかいやつだと、やっぱりあれになるね。なんだっけ。もう一段階柔らかいやつだよね。なんか、白いやつ。白いなんかさ。あれなんだっけ。いわゆるこういうやつ。北海ソフトとか、なんとかソフト。ソフトサキイカみたいなやつ。こういうのは、柔らかいんで、酒が、すぐこう、酒がこう飲めるっていうか、食い終わるんで、こう、あんまり噛まなくていいから。これもあれだな。無事だけ全然わかんないやん。何が一度は食べていただきたかったのかが全くわからない。いや、なんか、こだわってんのはわかったんだけど、これ分かる人間いるの？これ。逆に。値段3倍近くするんだけどな。あ、3倍もしないか。これ 46g で300円だから。普通のやつだいたい100円で、12g とかだろ。多分。1.5 倍ぐらいか。1.5 倍ぐらいですね。1.5 倍じゃわからんか。まあ。
まあ普通に、でもナトリはね、すごいいいメーカーなんで、個人的に。ナトリのね、100円で売ってるね、なんだっけな、ジャストパークみたいなやつ。あれ大好きですね。あれ100円で売ってるんで。あれのね、サキイカじゃないや。当たり目が美味しい。ナトリはね、美味しい。確かに。安いし、割と安いし、美味しいんで。当たり目ね。当たり目。やっぱり。やっぱね、ソフトサキイカってやつだな。さっき言ったやつ。俺結構ね、イカのね、ゲソが好きなんで、足の部分ね。が大好きなんで、個人的に普通のやつよか、ゲソの方が好きです。これですね。ジャストパック、丸ごと当たり目ってやつ。ゲソのやつも売ってるみたいだけど、俺が行くスーパーに置いてないだよな。イカゲソ俺好きなんですよ。ゲソ、体の部分よか。結構ゲソのやつ売ってるなぁ。ゲソ系列。丸ごとあたり目 20g で？ 20g で100円で、これ90円ぐらいで売ってたぞ。20g で90円ぐらいってことは。でもそんなもんか。20g ですね。100円で 20g って考えると。あれ300円で。本来 60g のところを 46g だから。普通のやつよりか 1.5 倍ぐらい高いってことか。焼きスルメゲソ。ピリ辛味だ。これ食いたい。食いたいな。こういうゲソのやつ好きなんだけどな。ゲソ。みたいな。いいな、ゲソな。ゲソ。鈴毛スルメゲソとかあるよ。いいなぁ。酢漬けとかあるじゃん。よっちゃんイカじゃん。甘口イカゲソ。いいね。いいなぁ。これ食いてぇなぁ。いいなぁ。イカゲソ。イカゲソ食いたい、俺。どうでもいいんだけどさ、アマゾンで、よっちゃんイカの会社が作ってる、なんか、のがあるんですよ。よっちゃんイカのね、なんかこういうボックスみたいなのに入ったやつ。でっかいやつ。あれが2300円ぐらいで売ってて、で、高えと思ったんだけど、あれ食いたいね。ゲソだけ入ってるやつなんですよ。ゲソがぐわーって入ってるやつ。なんですけど、どこだったかな。ただね、2300円とかクソ高いんだよ。あった。よっちゃん食品。これよっちゃん食品。え？
よっちゃん食品工業、健康カムカム、40入りって書いてある。40本ブワー入ってるやつ。2276円で売ってます、ね。よっちゃん工業ってなんだ？あ、やっぱよっちゃんのところか。うん。これ欲しいんですけどね、高いですよね。なんかバカバカしくなってくるよね。ゲソだけさ、2300円分買うとかさ、アホじゃない。ただこれ 735g 入ってるんですよ。多分、735g でしょ？で、ここにね、書いてあるんですけど、プラケースの重さが 105g ほどなのでって書いてあるんで、ということは600ちょいぐらいでしょ？グラムぐらいでしょ？ 620g ぐらいなんですよ。620g ってことは、さっきの計算でいくと、3100円ぐらいするんですよ。ね。さっきの、ナトリの 20g で100円だったから。ってことは 600g で、ね、3000円ぐらいするんで、800円ぐらい、700円ぐらい得なんですよ。ね。ただ、これね、あんまり評価がよろしくないのもあって、品質にばらつきがあるとかって書いてあって、ちょっと若干やばいそうなんですけど。やばそうなんですけど、うん。ただ欲しいんですよね。まあ。まあいいや。あ、ティッシュがなくなった。鼻かもうと思ったのに、ティッシュなくなった。まあいいや。はい、ということで、長くなりましたが。あ、またあれ買うの忘れた。これなんとかなんのこれ。これ、あれ俺買った気がしたんだけど、あれ。あれ？あれ？俺確かペン買った、あ、あった。ホワイトボードマーカー買ったんですよ。これちょっと使ってみる。100均で。やっぱ100均のダメかな？やっぱあれかな？しっかりしたなんかやつ買った方がいいかもしんないな。ホワイトボード。ホワイトボードも、ホワイトボードイレーザーもこれ。あ、やっぱ消えねえな。ホワイトボードマーカーもこれ、新しいの買った方がいいかもしれない。てか、どうなんだろうな。マーカー多分いいと思うんだけど、おそらく、ペン、いや、ペンがおかしいのかな？あ、でもすごい。ああ。まあいいや。知らない。知らない、これ。土台がダメなのかもしれない、土台が。土台のホワイトボードがおかしいのかもしれない。何がおかしいか全然わかんないけど。マーカーがおかしいのかな。うわ、わからん。急に。3333でーす。ご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。